パロです。チェロです。パロチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。今回ね、お知らせが来てましたので、うん、ちょっと一緒にね、見ていきたいなと思います。はい。まず2022年年末のアップデート情報というところで、うん、うちの猫ちゃんが急に外に出してくれと、ちょっとお待ちくださいね。はい、まずね、22日木曜日から、1日までですね、1月1日。うん、毎日無料10連武器掛け軸ガチャ最大100連ですね。掛け軸、まあ、2022年10月10日までに登場した武器または掛け軸が、うん、まあ、手に入るというところなので、うん、まあ、凸を進めていくのか、うん、新しい武器を手に入れるのかと、うん、っていうところですね。まあ、ただよりね、怖いものはないんですけど、うん、もう弾けるものは弾かせていただきましょうということでね。そうですよ、皆さん楽しんでいきましょう。で、続いてレベルアップ、レベルキャップですね、うん、の解放というところで、まあ、サーバーによってね、それぞれ変わるんですけど、うん、僕たちがいるルリサーバーは80になりますので、お、早くね、上げてね、極みコインをしっかり貯めていきたいなと思いますよ。そうですね、お得ですからね。うん、はい、続いて24時間限定クリスマスプレゼントと、25日の日曜日から26日までというところでね、うん、交換期限は、元旦までということになってますので、うん、皆さんお忘れなくというところで、はい、で交換可能なのが、まあ、ラインナップずらっとあるんですけどね、うん、ポロさんだったらどれ交換する？うわー、これそうね、やっぱガチャだよね。ガチャ、おー、なるほど、10枚。なるほどね、俺悩む、これつくものみかな。あー、つくもね、うーん、10個貴重よ。まあ確かにつくも10個ね。もうつくものみ最近もう怖くて使えんもん。わかるわかる、もうこのキャラって思わんと使えへん。もったいないお化け出ちゃうよね。そうそうそう、今でも金華猫クリスマスでも全力で使いようけどね。お、はい、続いて9章の前半ですね、26日の月曜日12時から解放されますというところで、まあ希少種だったりね、専門トリガーも追加されたりするんですけど、ようこの国、ようこね、解放というところで、うん、まあ、後半まで解放されたらね、天狗さんゲットできますよ。いや、欲しい、天狗さんは欲しい。そうね、まあ、ギルメも持ってないというところでね、うん、まあそうね、うん、ここ天狗取り行きましょう。どうせね、またあの、うん、3回まで500個で回せるガチャ来るんじゃないですか。あー、来るでしょうね。お年玉使っていいですか？そこでお年玉使っていいですか？しょうがないですね、チェロさん、用紙ないもんね。そうそうそう、ここでね、ちょっとゲットするためにね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。うん、はい。で、続いて、つくよみの塔ね、28日の水曜日、追加されますというところで、うん、まあ、あの、金華猫クリスマスの紹介の時に、水のつくよみ来るんじゃないのって言ってたんだけど、うん、来るんじゃないですか、これ、水。来そうですね。水じゃなかったらごめんなさい。うん。まあ、水かなと思うんですけどね、何色か書いてくれてなかったね、ここ。書いといて何色かね。内緒よ。内緒やね。まあ水であることを願いながら待っていたいなと思います。うん、そうですね。はい。あとは、年末年始のイベントシナリオが追加されたりとか、うん、あとは年越しつくも大感謝祭というところで、30日から4日まで毎日 SSR つくもがゲットできると。これ熱いよ。熱いね。最近俺ね、うん、あのつくも、うん、もう虜になってるよ。ずっと1年間無視してたんだけど。そうよ、もう最近ね、全然参加してなかったのに。そうそう、最近ね、もうあの乱獲、ガチャ乱獲よりもね、つくもに行ってる俺。うわ、楽しい、つくもが。ギルメントね、あ、ビワいるよとかさ、SSR ここ出たよとか言って、待っとか、あのドキドキ感、早く来てとか思いながら、もう楽しい、あれが。あ、そうなんだ。そうなんですよ、最近楽しいですね、つくも。おお。なんでね、これは非常に楽しみなんで、しっかり撮っていきたいなと思います。はい。はい。あとは、年末の大乱獲祭ですね。うんうん、まあ、いつも月末にあるやつが、今回は、原曜石兄貴が帰ってくると。原曜石兄貴っていたっけ？いたかな、なんか記憶にあんまないんだけどね。いるんだろうね。あのって書いてるから。そうだね。リターンズみたいになった時ね。そうね、なんか噂のみたいになってる、ね、うん。去年もいたんだろうね。あんまり覚えあ、でもね、なんかめっちゃ石くれるやついたよ、確か正月に。あ、いたか。なんかめっちゃ石がボロ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 って出てくるやつ。あ、そっか。あれじゃないかな、多分。いたか。まあね、これも楽しみにしておきましょう。うん。あとは、殲滅戦で、まあ、超級が追加されるとかね。
あと注意巻きを追加というところで、まあ、争奪戦、戦滅戦というところがね、ちょっといろいろ変わってくるかなというところで、こちらも楽しみにしていたいなと思います。そうですね。コロさんどうですか？今回のアップデート情報、何が一番嬉しかったですか？嬉しい。そうですね。やっぱり、タダガチャですかね。ああ、なるほどね。あと、あの妖艶石兄貴っていうのが、ちょっと楽しみだね。思い出そうかなと思いますよ。なるほど、なるほど。僕はやっぱりクリスマスプレゼントと、つくもかな。あ、つくもね。毎日 SSR つくもくれるなんて、こんなハッピーなことないよ。そうね、レアだからね。そうそうそう。これね、ちょっと楽しみにしてね。また年末年始楽しんでいきたいなと思います。楽しみましょう。はい。では今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。